敵を捕捉。火器管制システムオンライン、砲雷撃戦モードに移行。Thank you.
中撃沈です。あと1隻です。撃沈です。エリア内の敵全滅を確認。ヤマト発進。折り返し回避。空砲発射。敵を捕捉。火器管制システムオンライン、砲雷撃戦モードに移行。Thank you.
艦の撃沈を確認。残り2隻です。Thank you.
ち撃沈です。エリア内の敵全滅を確認。タイガー2番隊出撃するぜ。こちら相原、敵部隊に突入し雷撃戦を仕掛けてください。了解。発射。敵を捕捉した。これより攻撃を開始する。
攻撃砲最大出力だ。こちら相原、敵部隊に突入し雷撃戦を仕掛けてください。了解。主砲発射。攻撃砲最大出力だ。こちら相原、加藤さん急いで帰還してください。こんなに早くか。ひとまず了解だ。敵を捕捉。これより突入する。こちら相原、山本さん急いで帰還してください。もう撤収かよ。まあいいや、ひとまず了解だ。敵は急速接近。これより応戦に移る。くそ、ここまでか。
了解。修理作業を開始しよう。やったな、古代。ああ。消えた、消えた、消えちゃった。どうした、アナライザー。何が消えたんだ。いいから早く新米さんのところへ行ってください。おかしいな。新米、何が消えたって。白色彗星です。何だって。観測ミスじゃないのか。 いえ、そうじゃないと思うんですが。記録した画像を再生します。本当だ。エネルギー反応まで消えている。どういうことなんだ。なんだ。これはただごとじゃないぞ、古代。お前は早く戻れ。俺はここで白色彗星が消えた理由を調べねばならん。わかりました。古代君、一体何が起こったんだ。白色彗星が、白色彗星がこんな距離、突然現れたんです。ワープアウト。白色彗星が消えたのはこういうことだったのか。
超巨大質量のワープアウト衝撃波で艦の至る所にダメージを受けています。いかん、波動エンジンが。島、船をキープしろ。ダメだ、操縦不能。エトク、ヤマトが戦列を離脱していきます。何？ヤマト、応答ありません。古代サラダさん、波動エンジンはどうなってるんです？徳川さんがやってくれている。俺は艦全体の破損状況を確認しに来ただけだ。あちこちやられているんだろうから、すぐに応急修理せねばならんだろうな。しかし果たしてそれで間に合うかどうか。戦列には参加できないのか？とても無理だな。地球連合艦隊が白色彗星に総攻撃を開始する模様です。なんだって？ユキ、パネルに回してくれ。了解。全艦砲撃用意。エネルギーが尽きるまで怒りを込めて撃ち尽くせ。あれだけの波動砲が役に立たないと。土方さんのアンドロメダに。ヤマト、生きていたら聞いてくれ。我々は負けた。だがヤマトは死ぬな。生きて最後まで戦え。地球の運命は君たちの肩にかかっているのだ。古代土方さん、白色彗星の巨大な力は地球の頼みとしたアンドロメダを一瞬のうちに葬り去ってしまった。しかもヤマトは手負いのままで宇宙の彼方へ落ちていった。地球に奇跡は起こらないのか。要塞都市は不気味に沈黙して地球を見つめている。